橋本奈々美、乃木坂46を卒業、アンド芸能界、引退へ。来年、2月目安。乃木坂46の橋本奈々美、23、が、19日深夜に放送された、日本放送の橋本奈々美、乃木坂46の引退に出演。グループから卒業することを発表した。橋本が初めてセンターを務める、11月。9日発売のシックスティーンス、シングルのタイトル、さよならの意味が発表され、橋本はタイトルも、あれ?って思った人いるかとは、思うんですが、今回のシングル16枚目のさよならの意味の活動をして、私自身の誕生日は、2月20日なんですが、来年の誕生日を目安に乃木坂46を卒業します、と、明かした。共にラジオ出演した生田絵梨花。19、桜井玲香、22、としんみり思いを語り合った後、あ、言い忘れていた、と、橋本は切り出し、乃木坂46を卒業して、私は、芸能界も引退します。一般社会で普通の女性として生きていこうと思っています。なので乃木坂46の橋本奈々美として芸能界に入って活動して、そのまま終わろうと思っています、と。芸能界を引退することも告白した。橋本は乃木坂46の一期生としてグループ発足時の11年8月から所属。クールビューティーなルックスでトップクラスの人気を誇り、15年3月からファッション誌キャンキャンの専属モデルを務めている。